さて、続きからやっていきます。では、今回はこの休憩室からスタートです。少女は箱の下の隙間に何かが落ちているのを見つけました。少女にも月子にも箱を動かす力はありません。手を入れる隙間もありませんね。何か棒のようなものでもないでしょうか。おじさんの棒でよ。そうね。やっぱ棒っつったらポールウェポン系がいいかな。じゃあ、ウィングドスピアとか十文字槍あたりを見つけたらもう一回行きましょうか。ここは休憩室でしょうか。コーヒーが置いてありますね。あまり飲んだ経験はないです。苦くて好きじゃありません。あら、意外ね。月子さんだったらなんか常日頃からブラックコーヒーとか飲んでそうな気がするけど。まあ、つっても17歳か。飲んでてもおかしくないけど、まあ少数派かね。前は人がいたのでしょうね。まあ休憩室とかあるぐらいだしな。人はいたんでしょうよ。飲みかけのコーヒーが置いてある。喉、渇きましたね。さすがに飲みかけのコーヒーは、つってもそっか、コーヒーがカップに残ってるってことを考えたら、少なくともその間は人がいたってこったよね。そう、なんだ、1ヶ月以内と。てか、そっか、箱かぶった変態がいるね。じゃあ変態もここで休憩してんのか。ちょっと、コーヒーブレイクと行こうか、つって箱を脱いでね。めっちゃ蒸れてて臭そう。時給1200円ぐらいかな。これ以上会話ねえか。もうすぐ出られるはずです。必ずここから出ましょうね。あれ？私今2階。椎茸の煮物が食べたい。無性に。なるほど。私は肉じゃが食いたい。そう、ここにあなたはいない。ええ。ええ。私もここにない。わかってる。いや、わかってないよ。誰と電波を更新してるんだい？ピピピ電波かな。やっぱここすげえ大切だから2回言うんだね、月子さん。で、これが前回読まなかった手紙ですね。陽子なのか、春子なのか。君が狂ってるとは思わない。確かに君は村の巫女だが、村と共に滅びる必要はない。巫女としての役目を全うする必要もなかった。仮に君が贄として捧げられ死んだとしても、彼らの呪いに対する恐怖は収まらない。守護家である岩本家が滅んだ今、君が殺さずとも、どのみち自滅をしていたはずだ。役目を全うできなかったことを後悔しているのなら、それは間違いだ。かな子を死なせてしまった原因は私にあり、岩本家を滅ぼした原因も私にある。もちろん箱を壊して村を混乱に陥れたのも私だ。君の責任ではない。すべて私が悪いのだ。私たちがやらねばならないのは呪いを集結させることではない。誤った文化を捨て、正しい人の道を歩むことだ。違う。役目がどうとかじゃない。かな子を死なせたのは。ああ、やめてください。そんな言葉を使うのは。どういう状況なんだろうね。赤い血で塗りつぶされた手紙が置いてある。鼻血かね、そんな興奮しちゃった？月子さん。お腹空きましたね。食べ物。落ちてる食べ物でいいの？ちょっと食べたくないですね。と思ったら割と普通だった。もう完全に狂っちゃったかと思ったよ、月子さん。たまに電話を使ってるようですが、あれは一体どこに電話をかけているんですか？ああ、誰だろうね。両親。椎茸の煮物が食べたい。あ、それとすいません。今手紙を読んでる途中ね、外からすげえ轟音がしたんで、多分ちょっとだけカットしたと思います。ゴーっつったからね。何が壊れたんだろう。倒れたんだろう。こっちは何だったかな。前回表示が、看板みたいなのがあったからね。なんか色だったよね。管理室とかさ。ここは図書室かなんかかな。図書室なんてあっただろうか。ちょっと急いでたから覚えてないんだよね。大きなテレビが置いてある。ビデオテープの再生ができるようだ。ああ、なるほど。じゃあ、今後ビデオテープ、まあ、VHS 見つけたらここに来ようかな。なんかピカピカ光ってるし、多分ここら辺光ってないとこ調べても何の意味もないんだろうけどね。フロー。06121523。スマイル。19130912050。A, B, C, D, E, F。GHIJKL。ああ。これは、今、2文字しかやってないけど、多分、正解だよね。違ってたらその時また数えましょう、指を折ってね。説明する必要は、
ないっすよね。手術台が置いてある。なるほど、じゃあこの上に、あれかな、アイロンでも置いてあるのかね。アイロンじゃない、ミシンだ。覗かないでよ、こう。知らぬが花。医務室が書いてありますね。医務室って書いてありますね。医務室、鍵がかかっていて開けられません。鍵穴がありませんね。鍵穴がないのか。じゃあ、あれか、なんか謎解きとかスイッチ押すのかね。テレレレテレレレンつって。そういうタイプのドア。まだ開きません。まだつうことはやっぱりテレレレテレレレンが必要か。渡り廊下って感じかな、ここは。男って書いてあります。川屋でしょうか。あんまり張りたくはないですが、まあ仕方ありませんね。トイレですね。なんだろう。明るいしね、廊下よりトイレの方が幾分マシっていうのがなかなか珍しいよね。全然マシじゃなかったね。一応水は出るみたいだ。ここで、でもここで飲むのはちょっとね、いくら喉が渇いててもね、敵地だしね。洋式の便座だ。特に用事はない。それにここは男性用だ。男性用だけどあれだね。台しかないんだね、ここ。男性用。あれか、男子用のそのマップチップがなかったというか、そういう感じの可能性もあるけど。何かが沈んでいる。おー、行ってみようか。ちょっと、何をしてるんです?いやいやいや、さすがにそれはどうかと思いますよ。本気?それは予想してないというか。うわぁ。役に立ちそうなものはなかった。ここまでリスク背負って何もねえか。根性あるね。電話?そんなものはここにはない。なるほどね。今のトイレのリアクションはなんかすげえ普通だったんだけどさ。ここから出ましょうね。なんかやっぱ月子さんはね、どんどん驚かせていった方がいいのかもね。今の反応は年相応。いや、でもそれでも結構落ち着いてたか。で、こっちはもう完全に女子トイレと。誘われてんな。誰が言ってやるもんかね。ここは手は突っ込まない。ここなんかあるね。ああ、女子トイレだからか。すいませんね。やっぱそうだ、こっちにもあるしね。とりあえず何もなさそう。おやおやおや、無視しましょうか。特に何もなし。調べる気はねえが、ごぼ。何がごぼごぼしてんだろう、これビニール袋かな?ぽいな。ごぼ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 。シュン。ごぼ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 。あれ?分子にした?分裂した?こんな状況でも椎茸かい。そんなに椎茸が好きかい。まあいいけどさ。おっきな手形ね。こっちは入れるか。役に立つもの入っていない。入っていない。入っていない。入ってない。入ることができて、中央にはなんか手紙かな。怒ってるけど、特に何もなし。パストのメモを拾った。パストって何さ?さっきのあれかな?アルファベットの数字に置き換える感じかな?まあ今は、とりあえず置いといていいでしょう。テレレレテレレレンを待ちます。何ですかこれ?死体、ですよね。それもあなたと同じくらいの女の子。切り傷、挫傷、それに喉への鉄棒による死傷。刺し傷だった。なんてひどいこと。あんまり見ない方がいいです。完全に黒魔術か何かのそれだよね。死んでからあまり時間は経っていないようですね。まだ血が固まっ、本当にすぐだね、じゃあ。こんな部屋早く出ましょう。でも、あ、喉に棒が刺さってる。その前にね、このオブジェは何だい?手。指がなくなってるとか、親指が赤いから見えないだけかな?それとも切ってあんのかな?椅子に縛られた女の子の死体を見つけました。
体中にひどい傷があり、喉には細い鉄の棒が刺さっています。抜き取りましょう。穴が開いています。動いてるのに関しては、まあ、無視と。早く出ましょう。落ち着いてね、相変わらず二人とも。なんか上からニョロって来たけど、ニョロニョロが。なんか奥にいるぞ。あれ、月子さんかな？ビデオテープを拾った。あれ？月子さんがついてきてない。なんで先にいるんです？で、あれ戻ってきてるよね。ああ、元通りってか、オブジェがなくなってるな。何もねえか。ではでは、あと一つ。ここも入ることができると。壊れた電気ドリルが落ちてる。赤い。便利な道具ですよね、これ。配線が切れちゃってちゃ意味がありませんがね。ハンダでつけようか。刃先の赤い金切りバサミが落ちてる。何に使ったんだろう。指を切ったんだよ。持っていきますか。武器になるかもしれません。なんで、もう持ってるんですか。いえ、何でもありませんよ。そうだよな。しゃもじさんは倒れたはずなんだよね。ちょっとすいません。ボタン間違えた。あ、やっぱ棒、切断された指もまだ持ってるんだ。まだ入れてないもんね、確かに。入れようと思って戻ったら、後ろ後ろ後ろ、志村後ろ後ろってやってたんだもんな。まあいいか、とりあえず細い鉄の棒を取ったから休憩室に戻るのもあり。ただまだこっちに行ってない。っていうか多分左右の上で繋がっただけだよね、これね。管理室って書いてありますね。はい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 。あとは何が残ってる？あのナイスボックスは調べらんねえと。あ、やっぱここに来るんだ。まだヒントはなし。川やね。ここも無理。じゃあ、とりあえず休憩室か。読めません。なんかもっと調べたらないかな。読めません。読めません。読めないってばとか、読めねえよとか、来るかなと思ったけど、そんなことなかった。使いましょう。箱の下の鍵。さて、多分また出なきゃいけないんでしょう。はい、岩本です。黙っているのなら、切りますが。陽子か。無事だったのか。今どこにいる？村はどうなったのだ？呪い？どういう意味だ？君がやったと？村の者をか？もうよせ。そんなことをして何のためになる？すまなかった。君を置いて村を出るべきではなかった。私は村から出た後、美奈子様のお母様に会った。関わりを最小限に留め、美奈子様、月子様に村のことを話さない約束をし、空き家を一つ工面してもらった。私の家に来なさい。そこで暮らそう。呪いなんてものは忘れた方がいい。泣いているのか？しゃもじさん。おかしいですね。電話なんてものはここにはないはずですが。電話機はここにない。電話の音も聞こえない。全部あなたの妄想です。あなたが今すべきことは何です？電話をかけること？余計な詮索をすること？違いますね。あなたがすべきことは、この場所から生きて脱出することです。わかったのならば、その手を置きなさい。何をしている？早く私の言う通りにしなさい。結構です。それでは行きましょうか。めちゃくちゃ怖えんだけど、この人。なんだ？まあ、で、平然とまた普通の会話をしやがると。まあ、いいか、とりあえず。いや、よくねえよ、これ。てか、本当にこの人、月子さんなのかな？まあ、いいや、とりあえず鍵使うとこ探しましょう。使うも何もね、鍵かかってのはここくらいだね。
はいはい、来ましたよと。おっと、電話があるな。よし、今日も大変お美しいセーブでございます。書類が置いてある、読んでみますか？はいはい。コンピュータ使用解説。コンピュータによる各カメラの監視及び電子施錠を行う。カメラ画面は隣のモニタに表示される。電源を、投入後、8桁の数字パスワードを入力。パスワードについては担当の管理者に問い合わせる。認証後、下記のコマンドを入力し操作する。監視システムの起動。クロードモニターラン。次のモニターを表示。NEXT。鍵の操作、施錠と解錠。システムの終了。エンド。パスワードはパスト。よくわかりませんが、コンピュータで鍵の解錠ができるようですね。本かラジオか何かで聞いたことがあります。実際に触るだなんて思いもしませんでしたがね。コマンド式か、めんどくせえな。でもヒントパストつってっから、まあ8桁になるよね。とりあえず、謎解きはどうにでもなりそう。これがコンピュータ。でもどうやって操作するのでしょうか。時代が、なんだろう、どのくらいだろう、昭和の、まあ中頃ではないけどね、だいぶ、あれだけど、まあ平成ではなさそうかな。飲みかけのコーヒーが置いてある。コーヒーお好きですか？そうですね。このしゃもじさん10歳はどうかわからんけど、私は毎日浴びるようにたしなんでるね。でも好きかどうかって言ったらちょっと微妙なんだよね。なんか好きだから飲んでるっていうのをちょっと超越しててね、なんか必要だから摂取するになってしまってるわけですよね。まあ落ち着いて飲んでるんだったらまあ好きかもしんないね。やっぱ私はブラックですかね。それが雪印のコーヒーぐらい甘くしてくれるといい。マックスはコーヒーじゃない。あれは練乳か何か。あら意外ですね。私は苦くてちょっと苦手です。香り自体は好きなのですが、砂糖と牛乳？苦味がまろやかに、ですか。何か素敵ですね。今度一緒に飲みましょう。そうね、ここから出て、まだその、こういう関係が続いていたらね。なるほど、なるほど。書類に書いてあったコンピューターでしょうか。とりあえず電源を入れてみますね。OK。ではパスワードを入力しましょう。読めます？これ。説明によると暗号を入力するみたいですね。8桁の数字らしいです。何を入力しましょうか。すいません。ちょっと指を折って数えていきます。少しお待ちください。サクセス。ん？これでいいんでしょうか。とりあえず電源は消さないでおきましょうか。いろいろと操作できるみたいですね。これがコンピューター？なるほど。てか普通にコマンド入力できてたし、いいんじゃない別に。私が書類の通りに操作してみますので画面を見ててくれますか？うわぁ、読み込んでる音とかいいね。あんな感じだったよね。でも私今のだとね、どちらかというとファックスを思い出す。あ、右の画面に映像が映りましたね。方向キーで映像を操作し、決定で鍵の解除を行います。キャンセルボタンで終了します。なるほど。これでじゃあ、なるほど。テレレレテレレレンはこれか。ここは開いてたもんね。ここはぬる。エラー。ぬる。何もないのか。まあ、ロックもクソもねってこったな。ここは、ああ、開くのね。はい、解錠にしましたよと。もう一回鍵かけるのは無理なのか。じゃあ閉じ込めるとかできるかなと思ったけど、それもできなそうだね。ここも開けられる。はい、開きました。で、これで終わりかな？もう全部やったよね、多分ね。はい、オッケー。もう用はねえかな？とりあえず近い方から行こうか。奥のあの部屋って結局何だったんだろう。医務室、あ、で、あれは資料室なのね。まあ、図書室とさほどの変わりはねえか。おっと、下か上か。下から攻めようか。下からね。なんかペカペカと油差しが置いてあるの見つけました。ほとんど空だけど何とか一回ぐらいは使えそうだ。潤滑油。はい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 。
なるほど。じゃあ、なんか、あれかな。錆びてるのに刺すのかな。まあ、今後使えそうだね。それがまあ、ガソリンとかの代用にもなるかな。油なんだし。あれって燃えるのかな。私あんま知らねえんだよな、そこら辺って。油だから燃えるか。おや、懐かしい。つっても、まあ一週間ぐらいなんだけど。なんでこれがここにあるんだ?全然違うよね。おや、おや、おや。暗い部屋に入った少女は、拘束着で縄にくくられている女の子を見つけました。死んでいるのでしょうか?反応がありません。首の縄は解こうと試みましたが、鍵がかかっていて解放することができません。鍵のついてるロープ?服にかかってんのか?死んでいるのかもしれませんが、解放してあげたいですね。そうね。じゃあ、これは鍵が必要か。まあ、探したら持ってきましょう。これ、落ちたのか?これってさ、謎解いたとき完全にさ、私、執行人になってたわけだよね。なんかそう考えると、後でじわじわとすげえ罪悪感がやってくるんだけど、後出してこういうの勘弁してほしいな。ヒントはなし。あと空いたのは上の、なんだっけ、また忘れた、医務室か。だね。とりあえず医務室ならそこまで危険はないんじゃないか?でもメス、医務室にメスはねえか。いろんな薬とかありそうだね。パブロンとか。パブロンご飯。空の瓶がある。空の瓶を拾いました。瓶ね。まあ、なんかには使えそうだろうね。妖精とかさ、ロンロンミルクとか入れられるよ。棚を開けようとしましたが、何かが引っかかってうまく開きません。開きませんか?ちょっと待ってください。さっき拾った潤滑油を使ってみましょうか。あ、開きました。大丈夫です。刺さったのは胸ですが、多分深くは刺さってないはずです。シャムジさんは大丈夫ですか?よかった。多分抜いても大丈夫だと思います。ちょっと手伝ってくれませんか?胸、押さえててくださいね。ごめんなさいね。こんなことに手伝わせて。痛いますけど、もう大丈夫です。ありがとうございます。でもちょっと横になっていいですか?なんかぼーっと飛んできたんかな?痛みはそれほどでもないんですが、なんでしょうか?頭がぼーっとします。もしかしたら毒かもしれません。申し訳ないのですが、消毒薬を探してくれませんか?お願いします。でも無理はしないでくださいね。わかった。エタノールと書いてあるやつが消毒薬です。ちょっとごめんなさい、頭が。なるほどね。とりあえずは、なんかこっちの方から飛んできたのかな?じゃ、この箱見えなかったけどなんかあったのかな?まあ、銃じゃないだけマシなんだけど。まあ、エタノールを探してきましょうか。てなわけで、ちょっと一旦ここで動画を切ってしまいましょう。セーブはしてないんですけれども。まあ、次回ここから、再スタートですかね。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。